前過去に50人ってありましたから、なかなか無理なんで、茨城やった時に、ね、50人来ましたから、3月に50人来てるんでね、リアトツで。それはやっぱステッカーなくなっちゃう、全員あげましたけどなくなっちゃうんでね、うん、っていうのが、ここが皆さん事故のね、その場所ですよね、うん、見えます、こっち見てます、マジここなんだよね、枯れてるもんね、ここだけね、やっぱね。ここちなみに多分ね、おそらく僕が知ってる中では7人ぐらい死んでる、この同じ場所で。そうでしょう、つくだ煮ステッカー欲しい。まあだから、あやちゃんの方は、つくだ煮ステッカーじゃないけどね、まだね、できてないけど、まあつくだ煮も送ってあげますよ。うん。同行しても全然 OK ですよ。うん。ただね、車はちょっとね、まあ出せないので、結局なんていうかな、車でこう、なんていうの、乗せちゃうとね、毎回毎回乗せることになっちゃうのもあるから、それはちょっとできないんで、自分の車とかでね。事故で、そうそうそう、バイクの事故で亡くなったんだよ、こうね。だからそれだけここはきつかったの、当時ほんとこのコーナーって魔のコーナーとも言われてたとか、だからそれがね、心霊スポットになっちゃったというのも僕は残念なんだけど、ここはね、やっぱりそう、行列すごかったもんだから、そういうのでまた通報されちゃうからね。だからたまにこう単発で来てくれた方が、通報、ね、されても別に何って感じなんですよ。あ、リアトさん接近中、了解です、わかりました。ちょっと車行った時にステッカーありますのでね。今、もうちょっと戻ります。お、音鳴ってる。音鳴ってる。はい、わかりました。了解です。じゃちょっと、ね、明後日になっちゃうと思いますけど、明日ちょっと多分出歩かないと思う。あ、出歩いたら明日、送ってきますよ。うん。了解です。あ、名前がないな、あやちゃん。名前がないね。名前なしになっちゃう。名前送ってください。フルネームでね。うん。ね、了解です。今なんか弾かなかった？今なんか弾かなかった？うん。はい、了解です。あやさん、大丈夫ですよ。OK です。これもう個人情報は流さないのでね。ありがとうございます。ありがとうございますね。どうもね。はい、ありがとうございます。はい、OK。タバコですか？僕ですか？僕はメビウスライトのロングのボックスですね。久しくわさん、つくだに。怖いからすいません。いやー、それやばいかもしれないな。お腹すいちゃったなって感じ。うん。はい、了解ですね、トシさん。ありがとうございます。ありがとうございます。マイナス気にしないですよ。頭痛くなってきた。頭痛いな。ちょっと頭痛いな。立ちくらみしちゃった。やべやべ、ちょっと頭痛いな。じゃあちょっと戻りますね。頭痛い、ちょっと立くらみした。誰か俺をマッサージして、大丈夫大丈夫、なんか頭が痛い、今日なんかあんまりよくね、寝てねえからだな。だから多分おそらくね、明日はもう爆睡だね。はぁーって、でも夜飯買いに行かないね。買いに行くっていうか、もう最悪納豆かな。ご飯と納豆かな、おかずがねえな。マッサージしてくれます？首の方ずっと
肩凝ったかな、取り付いてんのかな。得意あやさん、皆さんマッサージして。寝不足だよ。ムータも寝不足。明日行くの？でも雨なんだよね。そう雨の時はトンネルね。最高でしょ。もう帰宅、まだもう一個ぐらい行こうかなって。まだ、でも今日頑張ってるでしょ、すごい。今だって6時間だよね。だからもう死んでね、なんていうのかな、もうみんなね、俺がちょっと今日ね、予定がね、僕の場合ちょっと今週はあんま行けないからね、あと次日曜日なんで生配信はね、ちょっと今日は気合い入れさせてもらったんだけど。神奈川県ね、和食得意なの？マジですか、あやちゃんこっち来るじゃん。料理得意な人もいいですね。幽霊ペンションとかリアトしよう。幽霊ペンションもう多分行ったよ。一人入れるよ。だって俺のとこだって恋愛室はあるよ、普通に仕事場に。普通にあるよ。タイムカードの横の恋愛室あるよ。あ、今日1000個入室になったら、あ、なくなったのかなって。そのぐらいだよ、もう。明日雨だよね。もうね、もう慣れちゃうんだよ、実際。そういう仕事やってると。わかるもん、もう危ない人ってもうわかるもん、食べなくなるから、食べない、飲まなくなるから。冷凍食品ずっと使わないんだ、いいな、すごいな。僕ね、介護だからね、介護なんで、どうしてもね、やっぱなくなる現場なんですよ、やっぱり。僕も何回かあるんで、第一発見者もなってるしね、僕も。第三発見者もあるけど、もうこの業界やってたらね、やっぱ絶対もうと切って取れないんだよね、絶対的に。外国出身なの、お前ちゃん。嘘、俺福祉士のね、免許はね、バックれたんですけどね。マジなの、お前ちゃん。じゃあこっち来なんじゃん。外国出身なんだ、明日泊まりなんだ。昨日僕泊まりだったよ。とか休憩あるの、みんな。そうね、ムータも一緒だよね。俺休憩ないんだよ。でも最近ちょっとね、今月からちょっとまた半夜勤、あ、昼夜勤になっててね、16時間30分から14時間30分だったんで、ちょっと楽だな。やばいよね、音鳴るよ、もう風が強い。風やばいよ。いないよね。いた、あ、この前亡くなった人いたの。事件になっちゃうでしょ、ムータのとこだと。俺の職場も事件になっちゃうんだね。事件っていうかね、警察入っちゃうんだよね、亡くなっちゃうと。だからもう嫌なんだよな、夜って難しいんだよね。脅かしちゃってもそのびっくりしちゃってこうあるから、巡視が難しい。介護の施設だ、全然聞こえない。なんかでももうそろそろ怪しいね。あと1時間ぐらいで雨降りそうな感じするな。6時から朝始まる。3000円、6時からね、6時半から8時までで3000円って手当が。警察来た？あ、来たよね。来るよね。そう、事件になっちゃうからね。うちの職場はね、事件になっちゃうんだよ。来る来る来る。だって死んだ、死んじゃったらだって、事故か事件、事故か病気かって調べるから。今日は事務所泊まり大丈夫？そう夜勤手当なしの3000なの？嘘、夜勤手当ないの？音鳴ってる。夜勤手当俺6000あるよ。6000あるけど3回ぐらいしかないからね、夜勤。ほとんど早番だよ。あれ、リアトとしていないね。いるのかな。お疲れ様は、どうね、ミスさん。一人一つですね。そう、緑の峠ですね。今終わったんですけど、いないよね。いないね。はい、霊安室じゃないよ。あ、43分着とか言ってた。あ、じゃあもうちょっとか。納骨堂です。
ちょっと弱めよ。納骨堂。うん。あ、別の施設ね。そうだよね。うん。そう、一般の人の納骨だと思う、ここは。大変だよね。やばいよね。ノイズひどい。だからライト弱くなっただけ。明るいっしょ。なんか聞こえた？小さいの水底なの？写真撮ってなかったな、俺今写真撮ってなかったね。まあいっかと思ってここはいっかな、写真は、うんうん、お音が鳴った。撮ってるよ。え？今聞こえた？聞こえなかった今の声。ふーって。今聞こえなかった。いや、ちょっと今鳥肌立った今、って聞こえたよね今ね。今聞こえたよ、女性の声じゃないの。聞こえたよね今ね。あ、また言った。ねえ、ってこういないいない、まだ動物いないよここは。また言った。言ってる言ってる。いや、今の違うな、外場だな、動く音だな。今は外場の音だな。こういった今は多分外場だと思うけどな、風があるから。来てんのかな。来てます来てますって。今のはちょっとなんか違ったな。日本しか、日本カモしかいないよ。聞いてますよ。どこ？ごめん、見逃しちゃった。ん？振り向いたら、ちょっと無音？大丈夫？ちょっとごめん、すれちゃった。ね。いや、一人一人。今リアットさんが来てくれるらしいけど。峠がわからないの？え、緑がわかんないの？峠が今どの辺にいるの？住所教えてやろうか、じゃあ、うん、あ、でもわかんないかな。写真撮ります？写真いいんじゃないの？僕やっぱりここはなんかまだ新しいし。コンビニ近くありますか？それ子供の国じゃないかな、うん、あ、ビビった。じゃあ一回ここで終わって、どう